この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、イングランドプレミアリーグのアーセナルに所属する日本代表ディフェンダーの冨安健洋が28日、ホームのシェフィールドユナイテッド戦で加入3シーズン目にして初ゴールを挙げた。後半21分から出場した冨安は、4対0の後半アディショナルタイム、右コーナーキックからのこぼれ球を右足で押し込んで歓喜の瞬間を迎え、チームメートから熱い祝福を受けた。試合後にもアルテタ監督をはじめ、多くのチームメートが冨安に祝福を送った。プレミアリーグでは無敗をキープするアーセナルと、今シーズン勝利がないシェフィールドの対戦。10節で無敗と未勝利チームが対戦するのは100年ぶりの珍事だという。ミッドウィークのチャンピオンズリーグ第3節のセビージャ戦で先発フル出場した冨安はベンチスタート。チームは序盤こそ苦しんだが、イングランド代表フォワードのエディ・エンケティアのハットトリックもあり、リードを広げていく。66分から途中出場した冨安は、この試合では右サイドバックとしてプレー。自身のプレミアリーグ通算50試合目の出場となったメモリアルマッチだが、すると 4-0 で迎えた後半アディショナルタイムにコーナーキックから豪快に決めて移籍後初ゴールを記録した。ダメ押しとなるゴールだったが、チームメートもスタンドのファンも大喜び。冨安のゴールをチーム全体で祝福した。イギリスのメディア、フットボールロンドンはハットトリックを達成したフォワードのエドワード・エンケティアに次ぐ、2位タイの8点をつけ、彼は本当にファンのお気に入りだ。登場した瞬間から彼の歌が歌われていた。アタッキングサードの驚異的なプレーは、いつもの堅実な守備とともに終盤にクラブ初ゴールにつながった、と評価した。試合後にアーセナルのミケル・アルテタ監督は試合後の会見で、私は彼が好きだし、みんな彼が好きなんだ。ロッカールームで最も人気のある選手の一人だしね。彼はいつも控えめで、いつも他の選手のために何かをしてくれるから、チームメイトは彼に一番前にいて楽しんでほしいと思っているんだ。チームにとって素晴らしい選手だ、と絶賛。アーセナルのエースでイングランド代表フォワードのブカヨ・サカも試合後のインタビューで冨安について、本当に今日は素晴らしい一日だった。冨安がゴールを決めたことでみんなが幸せになった。もちろん僕たちはみんな冨安を愛してる。彼は誰よりもチームのことを考えてるプロフェッショナルな選手。彼がゴールを決めてくれたことは自分のことのように嬉しい。今後はさらにハードな試合が続くことになるが、それでもサカは、チームは今非常に良い状態だと思う。だからこそ僕たちはこの勢いをさらに継続する必要があるし、来週からはさらにハードな戦いが続くことになる。タフなアウェーでの試合が2試合続くけど、今日の試合を見ていても僕たちならみんなで乗り越えられると確信してる、と自信に満ちた表情で語った。この試合でハットトリックを達成したエディ・エンケティアも冨安のゴールについては、僕にとって今日はキャリア最高の1日になったが、大好きな冨安がゴールを決めてくれたことは僕のことのように嬉しかった、と大喜びだった。最も親しい仲であることで知られているフランス代表のディフェンダーのウィリアン・サリバも、この勝利は今シーズンの中でもベストの一つに入ると思う。シティに勝った時と同じくらいだ。冨安がついにゴールを決めてくれて最高だった。50試合目という記念すべき日に最高の結果を残したね。本当におめでとう、と祝福した。またこの試合ではスタメンから外れていたアーセナルの主将でノルウェー代表のミッドフィルダーのウーデゴールも、冨安がゴールを決めてくれたことは自分のことのように嬉しい。彼は昨シーズンは試合でもプライベートでも非常に厳しい時間を過ごしてきた。それでも必死に努力をしてきたのを僕たちは知っている。冨安はチームに欠かせない選手であり、プロフェッショナルだ。シティとの試合でもチームの勝利のためにハードワークをしていたことを知っている。彼がゴールを決めた時にみんなが祝福したのがその証だ。本当におめでとうと言いたい、と祝福した。ベンチに退いたサカやライスらもスタンディングオベーションで祝う中、チームメートの手厚い祝福から解かれた冨安は、手に口づけをしてから天を指さした。冨安は試合後、自身のインスタグラムに仲間に祝福されている写真とともに、ついにアーセナルでの初ゴールを決めることができた。みんな、ありがとう。そしてこのゴールは去年、亡くなった母に捧げます、と綴った。
コメント欄には、あのパフォーマンスは亡くなったお母さんに向けてだったのね、去年怪我もあったし苦しかっただろうな、みんなで祝ってくれてね、ほんと愛されてるんだな、祝福するチームメイトが最高すぎる、などの声が寄せられた。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応をお届けいたします。ずっとサッカー見てるけど、海外の選手たちがこんなに本気でチームメイトのゴールを子供のように喜んでるところ、本当に久しぶりに見るし、こっちまでなんか嬉しくなった。これだけの人たちに褒めたたえられることが彼のプレイヤーとしての、そして人間性の勝者なんでしょう。これからもお母様が見飽きると苦笑いするほどの活躍を捧げてください。そのためにはまず怪我なく、それが一番望んでおられると思いますよ。まあセビージャ戦でフル出場してたし、アルテタは基本的にはあまりいじらないからな。個人的には今回のシェフィールドみたいに押し込める前提の相手ならジンチェンコでいいと思うが、シティクラスにはやはり冨安を使ってほしい。攻撃面も改善されたが、何よりも守備の安定感と高さがある。異国の地で自分の力を示して結果を出し、同僚とうまくやっていくってすごいな。しかも世界トップレベルでやってるのが素晴らしい。日本のビジネスマンも世界トップレベルとまでいかなくとも、それぞれのレベルで存在感を示すことができるはずだし、それができれば日本経済ももっと良くなるんだろうけど、まあまずは私自身が頑張らないと。チームの中での立ち位置が現れてるような得点後のみんなの振る舞いだった。本人の日々の取り組みあってなのでしょう。あとは何の根拠もありませんが、ラムズデールは多分時計買ってくれる。ということはセレブレーションを終えて自陣に戻るときに、冨安がベンチに向かって何か言いながら指さしてたのはラムズデールの可能性があると。ラムズデールまたスタメン戻んないかな。お金で買えないものを手に入れたな。エディは自分がハットトリックしたときより喜んでたんじゃないかっていうぐらい祝ってくれてたよね。冨安選手の慣れてない喜び方可愛かった。このくらいの所得の人たちからすると焼肉おごるよぐらいの感覚がロレックスなのかな。ついに冨安選手がプレミアリーグの舞台でゴール決めました。今日の試合はシェフィールドユナイテッドを相手に圧倒的優勢だったので、試合全体を通してそこまで脅威に感じることはありませんでしたが、それでもここ最近はゴールに絡む活躍を多く見せていた冨安選手がついにゴールを決めたのです。チームメイトからの祝福の様子を見ていても、冨安選手がチームメイトから本当に愛されているのだと感じました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。